デトックスよ、デトックス。そうそう、デトックス。うん。デトックスジュースとかあるね。あ、何だっけ、なんか知ってる知ってる。悪いものを出すみたいなやつ。うん、うん、一緒に連れてってやって、リコちゃん。え、一緒に行こう。かわいい。行こう。私も連れてってって、みんなで行きましょう、じゃあ。みんなで行こう。岩盤浴集合で。イエーイ。全員で寝るだけっていう。行きましょう。サウナ暑いよね。続いてのコーナー。そうですね、行きましょう。今日はこんな企画をやります。はい、題して、僕はオペディア。出た、それほんまにやるんや。イエーイ。ほんまにやるんや。イエーイ。ルールを説明します、うん、この僕はオペディアはね、うん、あの、私たち僕はのことをもっと深く知ってもらうための企画です。はい、はい、ネットのなんちゃらペディアに乗っ取りそう、乗りそうな、乗りそうな自分自身の初出し情報を発表しましょう、うん、はい。子どもの頃の話、失敗談、奇跡体験、意外な趣味などなど、うん、初出し情報なら何でも OK です。はい、たくさん情報を出して僕はオペディアを作っていきましょう、うん、イエーイ。じゃあ早速やっていきましょう。やっていきましょう。じゃあリコちゃんからいっちゃう。リコからいっていいんですか、うん、どうぞどうぞ。います。じゃじゃん。もみあげ事件。もみあげ事件。もみあげってここ。そうそうそう、そこ。だからね、あの、うん、実はもみあげを小さい頃に、うん、あの、机の下に、うん、もみあげに憧れてて。え、これもみあげ、ここ、ここ。もみあげのさ、うん、あの、よくさ、もみあげを飼ってる、うん、男の子からもみあげ飼ってるじゃん、うん、でリコそれに憧れてて、うん、あ、ちっちゃい頃お風呂上がりに机の下でこっそり挟んでこうやって捨てたの、もみあげを。そしたらね、うん、もみあげも切れたんだけどね、皮膚、もみあげの、うん、皮膚じゃなくて、うん、ここら辺も切っちゃって。あ、そういうことね。一時期ここら辺がハゲになっちゃった。でもさ、なんかちっちゃい時に髪切っちゃう、あるあるじゃない。うん、前髪とか。そう、あの、だからあるある。そう、もみあげをこうやって、うん、切っちゃって。みんなまずまずもみあげに憧れてることにびっくりしてるわ。もみあげに憧れって かっこいいなって思ってたから。あ、まあでも確かにかっこいいかも。ここガーっていってる人、そう、なんかかっこいいかなって。あ、確かに。このここからここら辺までなの、もみあげ。あ、ここを、そういうこと、うん、ここら辺までだけ切りたくて、ここをちょきって切ったら、うんうん、ここら辺まで切っちゃって。なんでもあるある。大変なことになった。そうです。ママに怒られた。うん、怒られた、ママに。なんか、えっつって、あの、お母さんが気づいたのは、びっくりする。気づいたのはね、うん、もみあげに気づいたんじゃなくて、うん、机の下が髪の毛だらけだったの。あ、それに気づいたの。そういうことか。で、どうしたの、これ誰のみたいになって、うん、長さ的にリコだったの、うん、長かったから、うん、そしたらチューブロックみたいな感じ。そういうことか。うん、なんかここだけ、本当にここだけ。そう、なんかここだけ切りたくなっちゃう。もみ、なかなかないな、前髪切るとかってあるけど。そっち、そっちなんや。うん、へえ。じゃあ、ヨアンちゃんも行きましょう。ヨアンです。行きますよ。じゃじゃん。あ、ごめんなさい。いやいやいや、もう一回行こう。せーの、じゃん。じゃん。昔、○○して、お腹落ちた。聞こえないわ。あ、聞こえない。昔、○○してましたです。はい。お腹すいた。お腹すいません。昔まるまるしてました。実は、いや、何、特技聞かれた時にオーボエってよく言ってるし、吹奏楽部入ってたっていうのもよく言っててんけど、実は陸上部に1年くらいだけ所属してて、うん、え、でもそれも言ったことあんねんや。聞いたことある。だからあるよな、多分、うん、そう、そう、知ってる人は知ってんねんけど。で、最近や、あの、マラソンも走らせていただくことになって、あ、この後お知らせしますね、もう一回。そう、走らせていただけることになってたんで、なんかみんな多分、あ、長距離やってたんかなみたいな、うん、思うやん、うん、ヨアンがやってた種目は高跳びです。そう、高跳びやねん。全然走るのと関係ない。え、そう、だからみんな、なんか走る系、短距離やとしても、うん、例えばハードルとかね、種目が一個一個あって、うん、ヨアンがやってたのは高跳びなんです。
飛んでただけ。全然さ、あの走るのに関係ないね。え、そう高飛びしてたから。え、なんかあれだと思った、 100m とか走ってるさ、短距離走の人だと思う。うん、ほんま、うん、高飛びです。高飛びでした。高飛び飛んでたんですよ。すごいね。え、身長を生かして。え、そう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 、うん、でも、うん、なんか入って1年しかやってなかったから、うん、もう全然飛べん。じゃあ1年間高飛びをした、うん、そうで、1年間高飛びして吹奏楽部に行きました。なんでさ、そのさ、陸上部から吹奏楽部に行こうと思ったの？え、なんか、うん、あの、もともとお兄ちゃんが吹奏楽部で、あ、そうなんで、みんな、もう家族全員に、いや、吹部入り、吹部みたいな言われててんけど、なんかその時は走りたくて、おう、いや、陸上行く、陸上行くって言い張ってたら、なんか陸上1年間やってるうちに、なんかお兄ちゃんが吹いてるのを見て、うん、あ、やっぱなんかあ、やっぱなんか、なんかそっちの方がかっこいいと思って、うん、で、吹奏楽部に転入しました。へ、うん、そう、そうなんだ。そうそうそう、だから1年しかしてない。反抗したのか。そう、え、でも反抗期ないんですよ。うん、反抗期なかった。うん、でもあった。猫は反抗、あの、反抗期の時ね、うん、あの、ちょうど中学の時に、うん、あの、すごい反抗したい日、うん、反抗期になりたい時があって、反抗期じゃないけど反抗期になりたくて、だから、あ、今反抗期来たとか、今反抗期これは来てないやつですね、1個目みたいな。あ、そういうこと。で、あの、友達に、あ、今日反抗期 3回目ねっつって言って行ってた。回数制なんや、反抗期。反抗期今日35回目みたいな、ずっと言ってた。リコピンなら反抗期許せるわ。ありがとう。でも確かに反抗期憧れるかも。憧れるよね。でも今来たちょっと怖ない？ほら、19歳で反抗期来ちゃう。ほら、ちょっとやばそう。そうですね、うん、皆さん反抗期ありましたか？ありましたか？いやいや期ならあるでしょ。今日反抗期35回目。え、そうなの？反抗期、かわいい反抗期やって。そう、うん、反抗期ね、うん、憧れますね、誰しもが。はい、はい、そうですね。じゃあ、リコちゃん、もう一個あるらしいんで、行きましょう。もう一個、じゃあ、行けそうですか？よいしょ、OK。 あ、これ違う。こっち、こっちが。お土産事件が、行きます。リコちゃんの二つ目、ババン、ババン、ババン、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 あ、バン、行きますよ。じゃやん、バーン、バーン。骨折がわかる。どういうこと？もうリコピンワールド突入しました。骨折がわかるんですよ。どういうこと、どういうこと？これなんでかというと、うん、その、あ、これも子供の頃の話なんだけど、うん、そのいつも、うん、あの、結構、うん、痛みに強くて、うんうんうん、割と今もなんだけど痛みに強かったから、うん、そのめったに、あの、怪我して泣いたりとかしなかった、あんまり、うん、でも結構痛みをこう、こらえてて、で、こらえてる時はだいたい捻挫とか打撲なんだけど、うん、耐えれる時ってことな。そう、もう泣いた瞬間骨折なの。そういうこと？そう、泣いたらもう骨折で、その、うん、昔からリコめっちゃ骨折すごいする子だったから、うん、どこしたことある？え、まず鉄棒から結構、うん、リコの身長が120センチくらいの時に、うん、鉄棒が1メートル、2メートルか、結構、あの、半分くらい、240。あ、そっか、だってちっちゃいもんな。そう、うん、結構大きい、公園にある大きいさ、うん、高い大人用のさ、鉄棒に、あ、なんかあれやつな、段階が。そう、うん、あれに一番高いやつでこう、うん、あの、遊んでたのよ。逆上がりしたりとか、うん、そしたら、あの、下に、その顔から落ちちゃって、顔面から。あ、でもヤンマル背中から落ちて息できんくなった。わかる、なんか、ううってなるやつ。そうなの。そうそうそう、で、こう顔面から落ちて、で、鼻折れて、もう鼻血、そこで初めて鼻血出たんだけど、うん、その時泣いて骨折だったの、うん、で、うんうん、他には運動会の帰りに、ルンルンと自転車の後ろに乗ってやってたら、うんうん、あの、足をかけたくて、うん、自転車の後ろに、うん、足をかけたくて、でも、
椅子がちょうどなかったの、うんうん、その時はだからそこに乗っかって、うん、そしたら足が中に入っちゃってあの回ってるところのでジャーって想像しただけでちょっとモザイクなんもないけど痛い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  そうやってやっちゃったりとか、うん、なんか足普通に折っちゃったりとか、うん、イアンは腕、うん、腕一回あるえそう腕絶対ない腕ないしかもなんかこけたとかじゃなくて、うん、あなんか声がちょっと待って声変わったなんか友達と格闘ごっこ、うん、なんか格闘ごっこしてたらなんか腕が折れました格闘ごっこで折れちゃったそうなんか格闘どんなに格闘ごっこっていうかなんか戯れてて、うん、友達と、うん、で折れましたでもその1回だけ折れたのそうなんだあとはあの肩外れたわこれもあの何背負い投げゲームしてた何してんのそうそうなんか戦ってたんかなちっちゃい時はで教室の後ろでしてて、うん、腕抜けて、うん怖いそうそうでお父さんに病院連れてってもらって そ, えその先生がな、うん、こっち外れたとするやんか、うん、ヤン先生の、うん、なんかこうやってやってせーのガッってやってのってえそんなすぐ腕つくんやと思ってうんっつってえそうそ う, うんってのっと、聞いたことあるそうだからそんなすぐ治るんやと思いましたリコもねそのなんか足を普通に怪我した時があった、うん、普通じゃないかもしれないんだけど、うん、怪我したあの電車降りて、うん、友達を送れたの小学生の時に、うん、駅の方も走ってバイバイっつって電車バイバイっつってあよくあるやつだやってたら段差があって気づかんくて、うん、ゴキってやった痛ちょっと骨折の話は終わりましょうかそうだね痛くなってきたなんかねみんなそれ脱臼じゃない あ脱臼かこれ脱臼って読むのかな脱臼脱臼脱臼じゃない脱臼かな多分脱臼したんかなでもボキッと思った脱臼ってなんで脱臼なんだろう脱臼名前脱俺脱やか脱臼体育の先生大体治せるよってあじゃあ病院かんでよかったやんそうだね病院かんでよかったやんそうじゃない確かにじゃあそろそろ次に行きましょ う、ね、続いてはこちらの企画です僕あ、ごめん終わっちゃったごめんごめんいきます僕をミニゲームイエーイ今日の髪型二人とも可愛いってお急にごめんごめんちょっと嬉しくて嬉しくて呼んじゃった急にありがとうやったはいいきます私たち二人でチームワークが必要なミニゲームに挑戦するコーナーですクリアをするとなんとなんと素敵なご褒美がもらえますやったじゃあどうですかやっていきましょうやっていきましょうはいじゃあ今回のゲームはですね英語禁止質問コーナーというゲームに挑戦しますその名の通り英語を使わないで質問に答えていきます2分間英語を使わなかったらご褒美ゲットですイエーイイエーイ来たぞゲットじゃないえうん余裕な気がするゲットじゃない英語得意あ英語禁止なのかそう禁止禁止英語はでも日本語得意なら大丈夫かでもな多分いけると思う日本人だもんな2分余裕やな、うん、じゃあ日本人だもんいけるよ、うん、でもな OK とか言っちゃう OK とかあそっかナポリタンとかもあかんやろえ多分カタカナのやつがあかんのやと思うじゃあナポリタンってちょっと待ってちょっと待ってユアンちゃん英語知らんから大丈夫って知ってますよ結構得意かもしれん、うん、あの国際系なんで多分、うん、英語いける英語とは広く横文字広く横文字だからカタカナはもうアウトってことじゃんああそういうことねそうそうそうなんかめっちゃいじられてるよ大丈夫ですよじゃあいきますやーい一緒です一緒ですよーいスタートいきますじゃあ答えていきましょう皆さんいっぱい書いてくださいいっぱいじゃあ質問いっぱい書いてください質問を危ない今どんどん言いそうになっちゃった危ないあんまりもう始まったんかそうそうそうちょっと危険かも今からも言っちゃいけない、ね、そうそう質問どんどんしてください全部答えます好きな
引っかかりませんよ。好きな好きな分かんない好きな動きは、うん、好きな動きは、うんうん、あの棒高跳び球体を蹴るやつを見るのが手球だよ。あ、そうなの？そうだよ。手まりみたいな。蹴まり、蹴まりです。蹴まりです。蹴まり。蹴まりが好きです。蹴まりが好きなんだ。蹴まりを見るのが好きです。お、見るんだ。はい。お互いの最初の印象を教えて。最初の印象？元気。元気。なんかほんわかしてる。なんかほんわかは大丈夫か。そう。ほんま？うん。今は？なんか今もなんか関西弁だけど、うん、なんかふわふわしてる。おお。じゃあいいんかな？うん。あとなんか呼んであげて。なんだろう。仙台で何が美味しかった？あれ牛。これ大丈夫なやつ？何がよくかわからん。何？牛。タンだ。タンは大丈夫か。あ、でもさ、牛タンって漢字で書いてある。あ、漢字じゃないや。牛タンで書いてあるよね。牛タン。まあ大丈夫か。牛タンです。広く横文字じゃない。なんかある？なんか仙台？うん。ずんだ。あー、ずんだ。ずんだ。ずんだ。タンダメ？タンダメ？俺カタカナだから。タンってあかんの？じゃあタンって下だ下。牛下。そっか。牛下ってやだね。そっか。タンは英語です。タン絶対みんな知らんかったやろ。TONGUE タン。なんか腹立つな。牛タン。待って喉が死んでちょっと。お邪魔します。タンシチューとか言うんだって。失礼します。食べたことない。おい国際系、うん、でもちゃんと国際だったんですよ。ちょっともう一回やりたいな。もう一回お願いします。お願いします。よーい、はい、じゃあ4で質問。2回押したくなっちゃった。わかった。今日の洋服について教えて。あ、これは一回ブログにも載したんですけど、あ、なんでもうブログってまか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 お願いします。まか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 すいません。じゃあ行きます。じゃあさっき喋ってそう。あ、じゃあ質問言うんで。オッケーオッケーオッケー。好きなおにぎりの具は？あれだよね、あれ、あれ。何？どやつどやつ？お魚？トウモロコシの、うん、あのマグロの、うん、あのはい、わかった。白い油が混ざったあのやつ、うんうん、肌色のやつは、うん、肌色のやつ、そう、肌色のやつ。あれ美味しい。あのね、うん、あのあれね、あれ、そう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 、あれだよね。好きな音楽は、うん、じゃあ好きな音楽は、好きな音楽は、好きな音楽はこういうやつ、これです。こういうやつやって。こういうやつです。本当に本当にこういうやつ。うん。どういうやつが好き？こういうやつ。あ、そっち。こういうやつ。あ、みんな分かってる、分かってくれてる。本当はこういうやつ、うん。え、だこういうやつだろ。こういうやつです。ちょっとあれ。好きな肉料理は、もう引っかかりませんよ。好きな肉料理は何？肉はホイコーロー。え、セーフ？英語じゃないもん。すいません。英語じゃないもん。そう、すいません。え、何かな。焼肉です、シンプルに。おお、いいね。うん、いらんこと言うた。リコまだ一回もやってないよ。ダメだこれ。もう一回。もう一回。泣きのもう一回。本当に。あ、そう、3度目の正直っていうし。そう。
え、4度目じゃない、あ、3度目か、3度目、3度目、3度目だね。いらんこと、いらんこと言っちゃうか。はい、言い聞かせてもいきます、いきましょう。はい、じゃあ次どうぞ。どうしよう。僕はあの曲で好きな曲は、おー、全部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 好きやけど、うん、最近好きなのは、うん、暗闇の哲学者、おー、いいね、がなんかマイブーム、わかるわ、ちょちょ、待って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 、違う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 、ちょっと違う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 、全部言ってんじゃん、違う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 、一回さ、じゃあ1分半静かに残りの人たちだけ、みんな聞こえてない、ダメ、みんな聞こえてない、大丈夫だ、行きましょう。ちょっとあんま喋らんとか、うん、いいよいいよ、喋っちゃって、いっぱい喋って、そう、なんだ、ん、お互いの可愛いところは、元気で、え、笑顔がめっちゃ可愛いんです、元気な笑顔、そう、これです、ありがとう、が好き、照れます。ヤンはヤンちゃんは、ボソってね、あの関西弁を言うところが好きです、ありがとうございます、しかも面白いの、全然、そう、うん、あらあら、ちょっとラスト1個、ラスト1個、何、もつ鍋美味しいよね、え、そう、うん、もつ鍋の美味しい、もう入会金の話しすぎてもわかんない、そうやな、福岡食べたいもの、福岡食べたいもの、食べたいもの、ラーメン、ラーメン食べます、博多ラーメン超好き、うん、食べたい、食べたことない、うん、じゃあラーメンを食べます、はい、はい、ではそうですね、ではここからはお知らせをさせてください、はい、はい、次回の僕青全国握手会は東京にて開催です、3月16日土曜日、有明セントラルタワーホール&カンファレンスホール AB 東京にてお待ちしております、あ、まあ、ライブは観覧無料ですのでぜひ見に来てください、はい、はい、そうですね、どう、楽しみ、うん、ちょっと、ミニライブもすっごい楽しみです、うん、無料なんでぜひ皆さん、はい、来てください、予定が合えば来てくれると嬉しいです、うん、握手会もね、その後の握手会もぜひ、うん、リコピンワールドが待ってるんで、はい、はい、ご入会お願いします来てあげてください、はい、そうですね、うん、じゃあ用意しない、行こうか、次いきますね、うん、じゃあ僕が見たかった青空、うん、雲組単独公演シャープ03が3月8日金曜日に開催します、イエーイ、これもね、お越しいただける皆様一緒に楽しみましょう、イエーイ、楽しみましょう、楽しみだね、楽しみ、めっちゃ今絶賛ね、みんなでレッスンしてるんで、そう、楽しみにしておいてください、はい、行くよ、楽しみだよって、頑張れ、待ってます、待ってます、あ、みんな来てくれる、うん、ほんまや、嬉しい、雲組公園行くよ、3回目も行くよ、やった、3回目です、そう3回目、3回目、3回目、シャープ03、うん、じゃあもう一つ、雲組行くで、嬉しい、待ってるよ、嬉しいな、次行きますか、坂道の、うん、あ、行きます、うん、坂道の向こうには青空が広がっていた、次回の放送は2月27日火曜日24時25分から24時55分放送です、はい、内容はご当地アイドルについて考える、うん、です、です、ぜひご覧ください、ぜひご覧ください、みんなでリアタイしましょう、うん、そうですね、番組なんか思い出ある、楽しかった、え、風船やっぱ楽しかったね、風船でもみんなの入りたいって人がな結構おる、うん、結構大変だよね、うんうん、そうそう、そうですね、あ、あともう一つちょっと私から、はい、もう一度、3月3日の東京マラソンに出場させていただきます、イエーイ、うん、そう、今絶賛なんていうの、走ってんねんけど、やっぱ坂道ダッシュとか、うん、坂道普通に走ってんねんけど、でも42キロ、うん、
を走んねんや。42.195キロってことね。そう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 。でも練習で今までその42キロとかも走れへんから、うん、多分どんなもんかもわからんし。42キロってやばいよね。そうそうそう。でも結構これ発表されてからブログのコメントとかで、うん、あの走ったことある方とかが、うん、なんていうの、なんてアドバイス、うんうんうん、とかをあのくれたりしてるので、うん、それを参考にしながら、うん、すごい、そう今ちょっと頑張ってます。今はさ、うん、どれだけ走れるの今はですねまだ今最高が15キロしか走る、うん、おーすごい。でももうちょっと走らんとあかんって、うん、あの言ってた。42だもんね。そう倍やもんね。そうそう、うん、走り切るをとりあえず目標にして3日は頑張りたいと思います。はい、頑張って。ぜひ応援していただけると嬉しいです。一緒に応援しよう、うん、お願いします。頑張ってね。頑張ります。そうですね、49とかちょっと、うん、42か、うん、頑張りましょう。はい、はい、そうですね、うん。じゃあ最終ランキングトップ5を、はい、発表しましょう。発表します。イエーイ。それではどっから読むかな。1位を発表します。お、1位からいっちゃう。あれ、あ、ごめんなさい、5位5位から発表します。分かんない、うん、あれあれ5位見えない。5位が、あ、5位が、あ、あら、あ、来ました。5位はせーの、せーの、まーやんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか可愛い絵文字、絵文字っていうかな、こうやつ。ありがとうございま す。じゃあ4位、せーの、金沢まなてんさん、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。3位、せーの、りくさん、ありがとうございます。嬉しいな。じゃあ2位、せーの、リアン大好き、アットマーク、アットマーク、もう一回言いましょう。せーの、リアン大好き、アットマーク、秋田リアン激推しさん、ありがとうございます。あ、一応お読んじゃう、読んだけて読んだけて。1位はせーの、早政さん、岩本里帆逆立ちしてんかな。ありがとうございます、早政さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん嬉しい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、番組ハッシュタグはハッシュタグ僕はおショールームなので、配信終了後も感想などをぜひ登録よろしく、あ、投票よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、次回のリレーショールームは3月4日の月曜日から18時からです。そうですね、配信を見逃さないためにも画面右上、右、こっちかな、こっち、こっちかな、こっちか、こっち、右上のハートマークを押してお気に入り登録をお願いします。お願いします。お願いします。あ、ここで次回、お、いけるここで次回出演するメンバーを発表したいと思います。じゃあニコちゃんから行きます。言っちゃいましょう。次回出演するメンバーは、じゃん、伊藤ゆずちゃん、杉浦エレンちゃんです。なんかすごそう、ね、面白そうだね。多分これはエレンちゃんが暴走してゆずちゃんが止めるという回になりそうですね。でもゆずちゃんも意外と面白いから、え、面白い、そのまま次、その面白さで突っ走ったら面白そう。どうなるかな、そうやな、ということで、はい、今週の僕が見たかったリ、あ、僕が見たかった青空リレーショールーム終わりです。あらん、今回のお相手は山口ワンと岩本里子でした。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。